アメリカ海兵隊員戦場ついて戦場ついては、マークスマンとも呼ばれ、アメリカ陸軍の不評小隊に属し、主として800メートル以内の標的に対して、より正確な射撃をするために訓練された不評のことを指す。正確な射撃だけではなく素早く攻撃を加えることが求められ、一般の不評と狙撃手の中間の存在といえる。他国軍隊にもこれに相当する兵士が、 配属されている。一例として、ロシアでは、ドラグノフ狙撃銃を装備した兵士が、一般招待に配置されている。また、イスラエル国防軍においては、軍隊狙撃手と呼ばれる兵士が、同様の役割を担っている。軍隊において、軍隊や招待規模で運用される選抜相手に対し、狙撃手は観測手や通信手などの少人数で行動する。 任務も通常の不評運用とは異なり、戦術、サバイバル技能や射撃面などで、より専門的技能を必要とする。服装も敵に発見されないようによく偽装され、ギリーズーツを着込むこともある。逆にヘルメットは重く、シルエットが目立つため着用しない。狙撃銃も通常のアサルトライフルとは異なる。高倍率照準機付きの精密射撃専用ライフルを装備する。 戦場ついての射程は、舞台火力射程の800メートル前後であるが、狙撃手は場合によって1.5キロメートル以上の長距離から狙撃することさえある。狙撃手は、射撃ごとに要求される精度も高いため、独自に火薬を調合したり、弾頭の材質を変えたりするなど、特殊な弾薬を使用することが多い。そのような特殊な弾薬や、大口径の弾薬を使って、 精密射撃をするために、軍の狙撃部隊では、構造が単純であり、信頼性が高く、精密射撃向きである、ボルトアクション方式ライフルを利用することが多い。対して、選抜いては、不評分体と行動を共にする。弾薬は小銃手と共通のものを使うと、補給の瓶が良く、目標が多数でも対応できるようにオートマチック式のライフルであることが望ましい。そのため、 不評の小銃を狙撃銃化したマークスマンライフルを装備することが多い。戦場ついてはマークスマンライフルと呼ばれる種の小銃を装備することが多い。500メートル程度までは弾道学的に有効な射程と精度を持つ。これは光角照準器とバイポットを持つセミオートマチック式の小銃で相談数は10から30発程度。 7.62X51mm ナトウダニや 7.62X54mmR など、やや強力な弾丸を使用するものもある。戦場ついてが用いるマークスマンライフルは、近接戦闘も意識したオートマチック式であることが、ほとんどである。弾薬も補給に負担をかけない汎用的なものを、用いることが多く、可能なら、小銃種や、機銃種と共通の弾薬を使用する。 M14、FN フル、H&KG3、H&KHK417 などの大口径の小銃はマークスマンライフルのベースとするのに特に適している。一般兵士用のアサルトライフルに高角小銃器を取り付けただけのものでも十分な効果があるが、一部の国ではさらに改良を加えたマークスマンライフルを開発している。 一般射手と弾薬に互換性があることは補給上の大きな利点であるが弾丸重量が軽く長距離狙撃に向いていない。長い間狙撃能力の不足に悩まされたイスラエル国防軍は1990年代に狙撃ドクトリンの大きな改変を実施した。訓練、教育過程は一新され、狙撃手たちは M14 に代わって M24 を装備した。 その中でも大きな変化は新しい役割である千抜いての導入であり、これは不評正隊と狙撃手の間の溝を埋めるために導入された。その役割を説明するため、一般的に文体の狙撃手と呼ばれる。この新たな試みは、後年の第二次インティファーダにおいて大成功であることが示された。千抜いてが多数の敵兵を殺傷したことで、千抜いてが 不評小隊において、重要な位置を占めることが分かった。一例として2005年、ヒズボラが、イスラエル北国境のラグハールのドルーズ村に攻勢を、かけようとしているのを、一人の選抜い手が阻止し、RPG 手を含む4人の敵兵を殺傷した。イスラエル国防軍の選抜い手は、SR-25、IMI タボールタール -21 の狙撃用、派生型、 M16A2E3、M4、e、カービン等を装備している。アメリカ陸軍は M16 を改良した SPR マーク十12を使用。これはアメリカ海兵隊の分隊上級位手ライフルと類似の改良を M16 に加えたものである。その後、中近東方面での軍事活動の本格化を受け、アメリカ軍においてバトルライフルをベースとしたマークスマンライフルが注目されるようになった。 例えば、2001年以降のアフガニスタン戦争では、平均光戦距離が500メートルほどまで伸び、M16 採用当時に比べると5.56ミ、mm、リメートル弾の威力不足は、より深刻な問題と捉えられることとなった。以後、海兵隊、陸軍、海軍は、それぞれ独自に近代化型 M14 の調達を進めた。さらに、二千十八年三月、米陸軍は、 G28 M110A1 の派生系を分隊していてライフルとして不評分隊に支給することを発表した。M110A1SDMR は2009年以来陸軍により使用されていた M14EBR の後継となる。もともとソビエト連邦には停戦以来狙撃を重視する伝統があった。そしてソ連とその同盟国は第二次世界大戦以来 分隊ごとの交戦距離を伸ばすため、分隊レベルで精密射撃ができる兵士を育成し、特別な訓練と装備をしてきた。名称こそ狙撃手と呼ばれるものの、この訓練された兵士はまさに最初の戦場ついて、そのものであった。1963年から彼らは典型的なマークスマンライフルである、ドラグノフ狙撃銃を装備した。この銃はスコープ型小純機、セミオートマチック機構。 標準的な中高系弾薬を使用している。ありがとうございます。